どうも、中田敦彦です。さあ、今日も早速参りましょう。エクストリーム現代社会。繊細さんの知恵袋編。<laughs> 繊細さん第3弾。ありがとうございます。さあ、やってまいりました。繊細さんの、もうね、動画がもう2本ね。えー、2冊私紹介したんですよ。ね。その上で、なんと第3弾の本まで出ております。それが繊細さんの知恵袋。ね。 繊細さんの動画、これ初めて見るって方もいますんでね、ちょっと説明しておきますけども、ハイリーセンシティブパーソン、ね、高度に敏感、繊細な人、ね、HSP というね、人が実はいるんですよと。 なんかいろいろと気になっちゃうとかね、すごくダメージを受けちゃうっていう人ね、いや心が弱いんだよとかね、何言ってんの甘えてんじゃないよなんてね、言われて、まあ、辛い目をあってきたという方も多いんですが、実はそれが生まれつきもしくは後天的にですね、そういうタイプの人というのが、 一定数いるというのが科学的に証明されたんですよね。それをもとにその人の生態というのを発表する、サイさんの本というのを発表したところ、うわそれって私のことじゃないですかという反響が相次ぎまして、ベストセラーになってる。それが、 繊細さんなんですよね。この繊細さんという名前の付け方もまた非常に秀逸だったわけですよね。ハイリーセンシティブパーソンなんて言うと病気みたいにとらわれるかもしれませんけども、それが非常に一つの性質であって、いい時と悪い時があるんですよね。はい。繊細じゃない人もね、ずぶといやつとかって言わずに非繊細さんということで、一つの人間の個性だと、そしてそれを理解することで、 こういう苦しみはこうやったら逃れられる。こういう時には強みを発揮できるというふうに、まあ、整理していくということがこの本の、ま、目的なわけだったわけですよね。そして、私の方でも動画もアップしましたら非常に反響が高かったですよね。えー、この YouTube 大学、非常に意識の高い人が見るんじゃないか、なんていうね。 もう、もうそのね勉、勉強したいぞなんていう人たちが見るんだよね。あの、おバカ動画を YouTube で見てきた層とは違う、意識高い系の YouTube を見る人たちって思われがちなんですけども、そうじゃなくて、そういう、まあ、知識が好きだよっていうことと、まあ、その繊細だっていうこと、また別なんですよね。新しい層もですね、また見てくれたりして。ね 今までは結構ビジネスのね、強い感じの動画が多いんじゃないか。中田さんも強そうだからなんてね。これで経営してた人も、繊細さんの動画上げてくれてありがとうございますなんて言って反響非常に多かった。ねなので今回その第3弾。はい。で何がこれ知恵袋なのっていうことなんですけど、これね、繊細さんの本をね、出版したことで、たくさんの繊細さんから声が集まったんですって。 そして、繊細さんが苦しむシチュエーションあるあると、それに対してのどうやって解決するかあるあるが集まったので、その知恵をですね、まとめて知恵袋としてご紹介することで、リアルな対処法を得ようじゃないかということですね。まず第一シリーズが繊細さんの本。繊細さんってこんな人たちですよという本でした。その次は繊細さんの幸せリストということで、繊細さんが逆に幸せになれるような、 いい環境ってこういう状態ですよねという強みにフォーカスしたのが2冊目でしたね。そして、繊細さんの知恵袋、この3冊目はそういったトラブルに対処する具体的な方法、繊細さんのサバイブの方法をまとめたのがこちらの方になりますので、非常に有用かと思います。ぜひご聞きいただければと思います。そんな中でもですね、私これ読みましたよ。たくさんの困ったシチュエーションがあるわけですね。 いっぱい載ってます。で、それに対してたくさん解決方法が載ってるんですよ。ぜひね、すべて読みたいという方はご購入いただければと思うんですが、ね。ただ私、まあ、まとめて、えー、解説するのが私のね、なりわいですから。まとめました。ギュギュギュッとまとめて、大きく言うと3ジャンルですね。非常に困ったシチュエーションがあるんですね。それが、断れない。 人からのいろんなものを断れない。繊細だから優しいんですよ。人に寄り添っちゃうから断れない。これ困りますよね。あ、私もちょっと断りづらい。あ、断れてないっていう人、ここ、非常にポイントです。もう一つは、頼れない。ねえ、繊細だから、ね、すごいこう、ダメージ受けやすいにもかかわらず、なぜだか抱え込んじゃうんですね。なぜかっていうと、頼るっていうのはですね、 アクティブな行動なわけですよ。頼っていいのかしら。ね、あの人がもう無理になっちゃうんですけど優しすぎる人こそ頼れないんですよ。ね。これやっといてね。これ頼むわ。これお前がお願い。そういうことが言えちゃう人とそうじゃない人がいるんです。あ、私も頼れてないなんていう人が、ここ、ポイントでございます。これ逆にね。 断れるぜ、頼れるぜっていう方も見ていただきたい動画なんですよ。なんでかというと、人間はそんな人ばかりじゃないってことなんです。え繊細さん、そいつ何言ってんの何そいつっていう人たちこそですね、見てほしいのは、こういう人たちもたくさんいるので、そういう人たちの気持ちが分かれば、より良い社会活動がね、行えるわけですよね。何を隠そうこの私、中田敦彦自身も、 ご覧の通りですね。全く繊細な要素がありません。ものすごい図太といです。ものすごくて図太とくてしつこくて強靭な精神を持っています、ね。誰に何を言われようが、ネットニュースで何度炎上しようが、わあ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 コメント欄に書かれようが、ピンピンしております。ニッコニコで毎日を過ごしている、ね。そんな人間なんです。でもだからこそですよ。ね 無用なトラブルに巻き込まれたりとか、ね。ひどく人を傷つけてしまったりとかっていうことをですね、反省したりする日々でもあるわけですよ。ああ、そんな言い方で傷ついちゃうのか、なんて言ってね。中田さん、そんな言い方はないです。ひどいです。なんて言って泣き叫ばれて、はあ、って言った毎日なわけですよね。はあ、っていう。でもそんなね、自分自身を直したいっていうふうにも思ってたわけですよね。優しくありたい。 ね優しくなりたい人も、強くなりたい人も、ぜひご覧いただければと思います。断れない、頼れない。そしてもう一つが、ダメージを受ける。ねちょっとした周りの変化に対してですね、いや、これちょっとしたことじゃないんですけど、ね周りの愚痴や不満、ね指摘、怒られてる雰囲気、わー、そんなのに囲まれたらへこんじゃうんですけど、という皆さん、ここポイントですね。 そして最後は重要な Q&A、ね。この3つの困ったよっていう以外にもめちゃくちゃ品質する質問に対する答えもご用意しております。ぜひお聞きください。じゃあまずは断れないから行きましょうかね。はい。断れないですよね。断りづらい。気がついたらスケジュールパンパンになってる。嘘でしょ病気さみのスケジュール嘘でしょ 今日も帰れないの嘘でしょ。寝れる時間削るっきゃない。寝る時間削るっきゃないの毎日を暮らしてきた皆さん。ね。なぜなのか。それは、まず第一に仕事の依頼を断れてないんですよね。はい。結構手いっぱいなんだけど、ちょっと断りづらいなに関して。 えできるわ。何々さん、これ、これさ、どうしてもお願いしたいんだよ。だって他に頼れる人いないしさ、スケジュールもカツカツなんだよ。もう、納期もう非常にタイトなんだけれども、君しかいないんだ。よろしくねよろしくねよろしくねって言われて、え、あ、うえ、あ、はいって言って、はあ、私が頑張んなきゃよなんつって、って言って、はあ、わやる。寝る時間を削るっきゃないってことですよね。<laughs> 寝る時間削るっきゃないの、ポイントにいつも追い込まれがちなのはですね、ここ断れないから。これをね、断るときまずね、 フレーズを覚えててくださいっうんですねもうテンプレのフレーズを覚えましょうそれが今は手一杯で忙しいのですがここから入ってくださいってことですね今は手一杯で忙しいというのは自分の都合ですよね自分の都合を言うことは悪いことじゃないという大前提に立っていただきたいここなんですよこれ非戦災産だったらいや 普通でしょって思うことかもしれないんですけど、これが言えないからこそ繊細さんなんですよね。え、だってさ、このね、ね、この人、ずぶとかったですよね。ごめんねなんてこんなギリギリで頼んでごめんねもう本当に面倒くさい案件なんだけど、君にしかお願いできないで、よろしくね、よろしくね、よろしくねって言ってくるあの人が困ってそうだったからっていう、谷を優先者。でもそんな時に、いやいや、ちょっと待ってくださいと。 今私手いっぱいなんですよという、まず都合言うのは悪いことじゃないですよ。手いっぱいなんです。なので、再来週以降なら、その案件、取り掛かることはできますが、それでもいいですかとかね。要するにゼ1 0 0でもういきなりノーノーだやるわけがない。 やらない。言えるんだったら繊細さんじゃないんですよ。できればだってやってあげたいんですもん。ね。で、その仕事できなくもないんですよ。ただ今、手いっぱいなんです。ここをなんとかしないと、寝る時間削るっきゃないにまたなる。だから、まずこれを言う。その上で、このフォーメーションを覚えておいてください。都合を言った後、それでもいいですかですね。つまり、再来週以降なら手をつけれますけども、それでもいいですかとか。 来月ですけどもそれでもいいですかとか。その時に、いや、それはまずいよと。今週中なんだよ。とかね。言われたら、じゃあ無理だよね。というところに落ち着けれるわけですよね。なので、うーんと、こっちの事情を何も言わずに、都合を言わないってことは、向こうの主導権のままオファーを受けちゃうことになるわけですよ。だから苦しいんです。自分の都合もちゃんとぶつけ返す。 その上で折り合いがつくのであれば双方ストレスがないですよね。あ、そうなの再来週ーいや、でも再来週でもいいよ。大丈夫、大丈夫。今月以内ならいけるから。とかね。そういうところに落ち着くんだったらウィンウィンですよね。でもそうじゃないんだったら自分が引き受けるべき仕事ではないわけなんですよ。なので、今は手一杯で忙しいです。2週間後なら都合がつきますが、それでもよろしいですかリピートアフターミーこれですね。 これをまず口に発生するもしくは文章でテンプレで置いといてください。ね。申し訳ありません。今は手一杯で忙しいのです。2週間後からでしたら都合がつきますが、それでもよろしいですかこれで言ってみましょう。ね実質は脳に使うこともできますよ。ね。このワンクール忙しいので、3ヶ月後からなら都合がつきますが、それでもよろしいですか大体いい3ヶ月後ってもうほぼ変わってるよね、状況ね。 そういう断り方もあるってことなんですよ。ね。ノーっていうのが気にやまれる。だから3ヶ月後か,ならなからならとか、2ヶ月後からならとか、来月以降は都合がつきますがよろしいでしょうかとか、そういうふうに言えば何とかなるんじゃないですかねえ。大体デートとかもこれで断れたりしませんかね 何々ちゃん一緒に映画行かないなんて言った時に。すいません。今は手いっぱいで忙しいので。来年以降なら都合がつくんですが、よろしいでしょうか。ね。言ってみてもいいわけですよ。ね。今年いっぱいもうパンパンなんです。ビッグプロジェクト回されてて、あの、ビッグプロジェクト任されてて、もう今年パンパンなんで。ね。2021お待ちしておりますなんて言えばですね。まあ、ノーなんだなってことはなんか伝わるわけですよね。でも、ノーって言われて、 うるさい、のって言われるよりは、なるほど。お互い、こうなんかこう、ね、折り合いつきますよね。今月忙しいんだ、なんていうデートの断り方ってあるあるなわけじゃないですか。ね、今月みたいな。<laughs> 今月中全部みたいな。月き始めの今日なのに、今月中全部一時間も開かない一時間も開かない週末も開かないなるほど。昼も夜も開いてないなるほど。今月全部なるほど。 来月まで僕のモチベーションは持つでしょうか。そういうことですね。はい。で、これ、それでも、いやでも言えるかな、中田さん。ね今手いっぱいで忙しいです。いやちょっと言うのむずいかもしれないですねって思ってる方もいるでしょう。そういう時はこれ、最終手段。盾を置く。ガシン。シールドですね。はい。あの、機動体の盾を思い浮かべてください。長いです。盾長いです。 ここだけ目が開いてる。こういう盾をね、思い浮かべていただきたい。ねえ、軌道体です。どういうことかと言いますとですね、スケジュールの詳細や内容の詳細について、誰々にお伝えください。これですね。要するに、上司とかもしくは部下、あ、そのオファーがあって、なるほど、ではスケジュールや内容の詳細について、誰々におおお送ってください。担当の者にお,おりますので、と。 要するに私へのオファーだとしてもですね、それを受ける、そのまとめてる担当のものを一人置くんですよ。これって、タレントだからよくわかるんですね。もうタレントっていうのはですね、結構ですね、いろんなオファーが来るんですよ。あれ出てよ、あれ出てよ、これやってよ、あれしてよなんて言われるんですね。でもですね、いや、それやんないです。えっと、イメージと合わないんで。 いや、企画つまんなそうなんで。いやいや、スケジュール空いてないんで。いろんな意見で断るときありますよ。だけど、スケジュール空いてないんでっていうときにですね、えじゃあスケジュール全部教えてよ。とか、いろんな人がいるんですよ。ねそれ全部負荷が高いでしょだからマネージャーに伝えといてくださいって言って、マネージャーと自分で話すときはですよ。中田さん、こんな話来てるんですけど、え出ないよ。 こんな企画出るわけないじゃん。言っといてそれ。かしこまりました。スケジュールがありませんもんね。それを翻訳するわけですよね。スケジュールは翻訳するんですよ。間に一人置くことで、こんなつまんねえ企画出るわけねえじゃん。ばっかじゃねえのをですね、スケジュールが最近ありませんもんでという翻訳してくれるんですよ。それをですね、てとするわけですよね。こ,これがですね、やっぱり必要なんです、ね。人間っていうのはね。 なので、それを自分でやるとすごい負荷が高いわけですよ。ね。いや、すいません、スケジュールが。いや、あの、今月もあれで。いや、その時はこうで。いや、そうなんですけども、ああで。ね。いや、これはも非常にありがたいんですけども、こうで。それを全部に対してやってる。大変です。なので、それを一人置く。ね。これができると非常にいいわけですよね。なので、まずこの言葉の盾、その上で人の盾、 その両方があれば断れます。あなたは寝ることができるんです、えー。寝ることができるんです。寝る時間を削るっきゃないわけがないんです。人間はね。さあ、そして仕事ではなくて飲み会の断り方もちょっとわかんないんですよ。仕事の飲み会特に断りづらいです。ね。その時もね、テンプレ覚えておいてください。はい。その日はちょっといけないんです。これです。 その日はちょっといけないんです。リピートアフター二。a その日はちょっといけないんです。これです。はい。ここのポイントは何かちょっとです。はい。理由を明確に言わなくていいってことなんですよ。すいません。どんな理由で断ろうみんな考えますよね。いや、あのー、親の、親の、親があの東京に今あの遊びに来てまして、とかね。謎のいろんな理由。 のののの。いらないいらないいらない。繊細さんご安心ください。飲み会を断るのにリーズンはいらないんです。ノーリーズン。ただフィーリング。その日はちょっといけませんです。このちょっとがポイントですね。さらにこの時言う時のテンションですね。極めて明るく断る。ね。ごめんなさいですね。もうびっくりマーク。ね。その日ちょっといけないんです。これですね。 ごめんなさいその日ちょっと行けないんですのイントネーションでお願いしますえ飲み会あ、はいえ、あさってですよね、はあはあ、あの、その日ちょっと行けないんですあ、こいつすげえ嫌なんだなってなっちゃう その日すっげえ、えぇ、ー、すごい嫌なんだ。なんか嫌なんだ、その日の。あれが、俺たちの、え、現場にまだ馴染めてない。あ、そっか。なっちゃうんですね。顔とトーンです。言葉は非常に曖昧に。しかし、勢いは強く、明るく、軽くですね。えー、飲み会ですかあさって。あー、ちょっと待ってくださいね。うわ。 ごめんなさい。それちょっといけないです。ありがとうございます。はい。それですね。これができるようになったら非常に寝れます。ゆっくり寝れます。たくさん好きな動画が見れます。ゲームだってできる。ね。これが大事。いや、でも仕事はまだしもう、プライベートのお誘い。これもう曖昧になってくるじゃないですか。断れないんですよ。来週、海水浴行かない 家族ぐるみで、とか、ね。ちょっと山登り行かないとか。そういうお誘い。ど、ど、ど、ど,どうしたらいいですかはい。いいですかもう、この際はっきり言います。お誘いに関して、断る、断らないっていうもの。絶対に断るという決意を持ってください。断固たる決意で、私は断る。 あの人からの誘いは絶対に断る。そういう風に、数日前決めたんですよね。もうあの人に誘われたって行かないぞって決めたんですよね。でも、いざ誘いが来たら、なんか断るのが怖くなって、ぷるぷる足が震えちゃって、早く返さなきゃいけないかなーなんて言いながら、もう、あ、い、えあ、ありがとうございますって返してる自分が嫌いでしょうがない。そんな日々とはもうおさらばだ。いいですか 絶対に断らなきゃいけないお誘いがそこにはある。ワールドカップだと思ってください。ピッチでこう温めておいてください。絶対に断らなきゃいけない海水浴の誘いがそこにはあるんです。プールに行かなくてもいい。登山に行かなくてもいい。いいですか絶対に断るという断固たる決意を持ったのなら、持ったのなら、あなたは、あ、すいません。また誘ってください。 封印してください。また誘ってください。申し訳ありません。うわぁ、すっごい楽しそうなお誘いなんですが、今回はたまたま行けないです。その後に、また誘ってくださいねというのを、あなたが言おうものなら相手はずぶといんですよ。非繊細さんなんですよ。また誘ってって言われたら誘うんです。えー、ごめんね、こんなスケジュールにしちゃって。行きたかったのにね。 もう分かったよ。<laughs> また誘うよ一番に誘うよ君のスケジュールに合わせるようにレなんかと組むよねそういうレジャーを組むよ楽しみにしててねなんて思われちゃうんですよドキャンねまた誘ってほしいわけがないでしょ また誘って欲しいわけがないんだよ。もう3回も連続でその文言を使ってるんだから。また誘ってくださいねって俺、3回連続で言ったんだぞ。なんで伝わらないんだ繊細じゃないからですよ。あなただけですそんな風にまた誘ってを3回連続で言えば伝わるなんて思ってるの。向こうは3回言われたことすら覚えてないんです。直近のまた誘ってでまた反射的に誘ってきます。 封じましょう。絶対に断るんです。仕事の依頼仕事の飲み会プライベートのお誘いこれがなければあなたは寝れるし動画見放題ですパラダイスださあ断れないここのブロック解決しましたね盾もある文言もあるこれでちゃんと練習しておいてくださいねで絶対 NG ワードがまた誘ってくださいねびっくりマークですどこにびっくりマークつけとんねんでございますね ごめんなさいその日はちょっとでびっくりまくりよろしくお願いします。さあそして、頼れない。これですね。多いですね。頼るの下手ですって人多いですね。これ頼ってくださいね,ねえ。私なんてね、頼って頼ってここまでやっておりますよ。YouTube 大学、一度も、ね、この話題になってから一度も編集したことなんてありませんよ。サムネだって作ってませんからね。本当に。 レディオフィッシュの曲なんか全曲人が作ってますからね。ええー。人のおかげでここまで来た。中田敦彦です。ええー。頼むよ。頼むよ。頼むぞいい曲頼むぞ。いい歌詞頼むぞ。いいラップ頼むぞ。踊り頼むぞなんて言って、ほう、そのままですね。紅白歌合戦によくもあんな意がシャーシャーと。よくぞ出た。 三浦大地さんに言われました。あのスーパーアーティスト三浦大地さんに。中田さんの何がすごいかって。真ん中で止まって、ただ立っていられることです。曲の半分以上ですよ。真ん中でなんで立ってられるのその意見、シャーシャー力。人に全てを頼む。この力。なかなか的ね、できるもんじゃないですよね。図々しいって思われたらどうしよう。断られたらどうしよう。嫌な顔されたらどうしよう。 それが普通の人間です。落ち着いてください。ね。繊細さん。まず、あるあるです。家事や旅行の手配、私ばっかりやってる。はい。あるあるなんですね。旅行の手配、私だけやってませんかなんだかいつも、私が旅行の手配をやらされている、ここなんです。そう思ったんだったら、これどうすればいいか。イライラしてるときは、やりすぎのサインだと思ってください。やりすぎています。 やるべきだな。ここは私がやんなきゃな。という謎の雰囲気を鋭敏に察知することができるのかこれ繊細さんなんですね。それがですね、あ、じゃあ私やっとくね。なんて頼まれてないものに言っちゃってですね、やっちゃうんですね。頼めないんですね。それでやりすぎてしまうときはどうするか。大胆に行きましょう。放置何もしないんです。準備も何もしない。家事もしないんです。 放置しとくと、実は意外と周りの人間が動き出すという現象をぜひ体感してください。えあ、私がやんなかったらあいつって動けるんだ。ああ、あそこのゴミって私がいつも捨ててたけど、私がずーっと捨てずに、ゴミ箱が溢れ出したらさすがにあいつ動いて捨てんだ。ここなんです。びしゃびしゃになってる床。ぼーっと見てたらあいつが吹くんだ。 それを覚えると非常に楽になるわけですね。そんな中で自分がやりたいなと思うことだけをやってみましょう。つまり、放置からの分担に入ることができるんですね。全部引き受けちゃう。何でもやる。じゃなくて、ぼーっとしとく。えー、なんでこれやってないのというところから、分担がそこから始まるんです。はい。この分担、実はキーワードになってくるんですね。なぜか。 次の項目にも入ってくるんです。指示ができないっていう繊細さん多いみたいですね。何かをやるときに、あれやっといて、これやっといてってなんか偉そうじゃないですか。上から目線みたいな感じで言えないんですね。だからあれしてこれして欲しいのに、あれしてこれしてが言えないから、なんだか空気音で私がやっちゃってます。そういう人、いっぱいいるみたいですね。そういうときは、命令をしてるのではなく、役割分担をするというふうに考えるんです。はい。 私はこれをやる人、あなたはこれをやる人、フラットなんですよ。あれしてね、これしてね、だとちょっと上下関係が見えるよね。それを私はこれをやる、あなたはこれをやるという分担をするということで、フラットな関係でいようじゃないかということですね。その上で分担をするときに相手の得意を聞いてみるといいかもしれません。そういうことを言ってますね。どういうふうな業務がお得意ですかどういうふうなスタイルがお好きですかあ、僕はですね、 こういうの好きなんですよ。ってことはそこは任せれるんですよね。これを言わずにいきなりんこっちで察知して任せちゃうといやこれやりたくないやつなんだけどってなるとお互い損ですよね。まあ、例えば僕なんかまあその簡単な自分でやるのに何の組むでもないっていう、ね、そういうあの業もありますよね。人前に出て話す。好きです好きです。ね 何か分析して、レポートして、あの、プレゼンするなんて大好きですよね。ええ。なので、これに関して人前で発表する役割を、中田君、やってくれたまえなんて言われたら、ああ、ありがとうございます。ってね。いや、苦じゃないですよ、それは。ね。中身に関しての、ね。その、こういうの詰めるのはできるかと。あ、できますよ。ね。ただ、細かい。ね。このデータの数字をまとめるのはあんまり苦手とかね。 こういうことは苦手とかね。うん。でそういうのができる。できないかもしれない。<laughs> でも、やれることがあるわけですよ。中田。そうですね。例えば、取引先との細かいメールのやり取り。苦手ですね。だからさっきも言ったようにですね、そんなつまんねえ企画やるわけねえじゃん。お断りだよって送っちゃいそうですもんね。中田ってね。危ないですよね。<laughs> そんなことしちゃダメですよ。人間ですからね。 ですから、そういうですね、言葉を選ばなきゃいけないですね、細かいやりとり、何往復も、何往復もやり取りしてたら中田はね、何往復もやり取りさせんじゃねえよって打っちゃいそうですよね。危ないですね。そんなやつはそこに置いちゃいけないんですよ。でも、人前で、うわーっと、さあ、続いてのプレゼンテーションは、ブルータ、中田敦彦だ、わーありがとうございます。中田敦彦です、お待たせしました、なんていうのはできるんですよ。ね。 細かいやり取りができる人にですね、その、じゃあ、君プレゼンやってみてなんて言ったら、うわーなってブルブル震えたからですね、あーだって、あーもうこんなに人がて、あー光がーってなる人もいっぱいいるでしょ得意不得意なんですよ。役割分担。どっちがいいかじゃないんですね。はい。その上で、ね。弱みを見せれない。頼れないっていう人ね。これやっぱいますよね。はい。これはですね、助けてくださいと言ったら、実は助けてくれる人って、 現れるよといいうう感覚を味わっっててくださいって言うんですね。これね繊細さんっていろんな理由でね繊細になっちゃった人っていうのはいるらしいんですね。もちろん先天的にっていう人もいるみたいなんですけど主にには後天的いいろんんな環境の中でで成されてきたらしいんですよ。例えば自分を守ってくれる存在っていうものがあまり感じ取ることができなかったとかね傷つけられやすい場所にいたとかね。 それによって、すごく不安が高まって、自分を守らなきゃっていう目線からですね、アンテナを立てて、周りの空気を察知して、すごく体力を消耗するという風になってしまった人。そういう人はですね、要するになぜ頼れないかというと、助けてと言ったら助けてくれるという環境にかつていなかったことが原因であることも大きいらしいんです。ですが、そういう環境ばっかりじゃないですよね。 自分が助けてって言ったら、助けてくれるって人が現れるという環境ももちろんあるのがこの世界ですよ。それを味わうことが、まず第一に、に大事です。なので、これができません。助けてください。こんな風に追い込まれてます。助けてください。と、勇気を出して言ってみましょう。すると、現れることがあります。現れて、ああ、現れたんだ。現れることもあるんだ。その感覚を味わえたときに、心から何かが変わっていく。 はい。そして、その時、言い方ですね。軽く明るく、これたんですよ。思い込まないでください。断る時だってそう。頼る時だったらそう。軽く明るくでいいんです。あー、どうしましょう、どうしましょう。ね。すいません、これ、納期間に合わないかもしれないんですけど、困ってます。って言ったらですね、え、どうしたのじゃあいいよ、俺、手空いてるから助けるよ。何したらいいこれとこれやってくれると助かります。って、わかったわかった、任せといて。これです。ね。 もうブルブル震えながらですねヘルプっていう紙を持ついや怖いんですよた助けてください,い命の危機いやそれギリ,ギリじゃなくて軽くでいいんです助けてくださいすいません困ってますこれ言ってくださいねいや大事なんですよねこれね SOS 出せる人出せない人いますよタレントさんとか女優さんとかでもね もう病気なのは明らかで顔面蒼白なのにね、現場に穴開けちゃいけないなんていう人いますからね。現場は大事ですから、ブルブル震えながらですね、油汗垂らしながらですね、来るんですよね、現場にね。うん。中田はどうぞ。ちょっと乗り気じゃないと思ったら、休みます。レギュラー番組、ガンガンに休みます。はい。 この中田の非繊細ぶり、ぜひお使いいただきたいんですね。あのー、ちょっと調子悪いですっていうのね、あの、言ってみる。軽く言ってみる。ね。それがすごい大事です。ね。追い込んじゃうとね、いい,いことないです。実際問題、それでですね、どうなったかというと、中田ちょいちょい休むんで、全然、あの、重いですね、病気にかかんないんですね。とうちの相方、あれが優しいやつでね。 ちょっと調子が悪くても現場来るんですよ。だから現場穴開けないんです。だから1、2年に1回ドカーンって倒れるんですね。で、結果1、2週間俺が1人で頑張るっていう期間があります。僕はちょいちょい休んでるから元気です。彼は一生懸命頑張るから2週間倒れちゃうよねっていうね。まあそのまあそれ関係です。でもね、繊細さんって言えばそれをですね、まあ慢性的にやってしまうのでドカーンと倒れちゃうんですね。 違う違う違う嘘をついてもいいんですよ皆さんずる休みをしたら逮捕するという法律がないんですよ嘘だけはつかないでって親御さんに言われたのかもしれない。迷惑だけは他人にかけないでって言われたのかもしれない。でもそれで逮捕する法律はないんですよ皆さん 嘘をついて他人に迷惑をかけるのが人間ですズドンね笑うセールスマンです私が私が許可しますからぜひズル休みをお願いしますいいんです嫌いになってもいいんですここが大事ですいいですかミュートしてもいいんです僕は全部してますよ、ね、シカトしますスルーします嘘つきます嫌います 全部やってます。だから元気です。ウェブコミュニティプロデュス。人は何者にでもなれる。いつからでも。 次はあなただ。